どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グール R イコールトゥイグジスト。解除したプレイヤブルキャラクター、有馬希章を使って、このキャラクターの魅力を、存分にですね、伝えていけたらなと思います。で、このキャラクターを解除するのに、まあ、少々時間と労力を要するので、そろそろね、心が折れそうだよっていう方もいるかもしれないんですが、まあ、今回の動画を見ていただいてね、こいつを解除するモチベーションに、モチベーションをですね、補って、いただけたらなと思います。それだけ、魅力的なキャラクターになってます。では、行きましょう。さあやっていきましょう。まずはステップから。こいつゲージを消費しながらステップは瞬歩です。めちゃめちゃかっこいいでしょこれ。みんなやりたかったんじゃないの、ストーリーでこいつ戦って。で、通常攻撃四角ボタンですね。は鳴神の 1,2,3,4 はい4連切りですね。 1,2,3,4 で瞬歩使って、はい 1,2,3,4 めちゃめちゃ気持ちいいからこれで。三角ボタンですね。はいイグザ、はいはい1,2,3 3連ですね。はい切って切って突くの3連で、イグザを出した状態で、丸ボタンを押すとガードができるんですよ。でこのガードした状態で歩ける。でこの状態でね、敵から攻撃を受けるんですけど、ちょっと待ってね、なかなかタイミング合わないな。これでね、敵から攻撃を受けるとします。はい受けて離すと、はい イグザの下から突き出るカウンターが発動します。でまあ普通にね、こう前に歩きながら受けたらいいんですよ。で丸ボタンをいいタイミングで離す。はいここあダメでしたね。まあなかなかね難しいんです今見てもらったらわかると思うんですけど、まあなかなか難しいこれが。なんで敵がね、迂闊とかもうずっと一つの方向から撃ってきてくれてる敵だとやりやすいんですけど、まあなかなかああいう近接系のもう四方八方囲まれた状態からだと難しいですね。まあなんであのルート A の最終戦フクロウと戦ってる有馬希章みたいな戦い方だと全然やりやすい、迂闊の攻撃をガードするみたいな、そういうイメージですね。で、さっきはイグザ出した状態で丸ボタンを押したんですけど、今回は鳴神に切り替えて丸ボタンを押すとどうなるか、はいチャージして、はいバチンと打ちます。雷撃の射出ですね。で、射撃モードにして、射撃をするとどうなるか、はいはいはい、鳴神を鳴神ボールですね、射出します。まあこれ食らうとですね、あのストーリーモードではしびれてたんですけど、まあそのあれかな、負荷効果みたいなのはとりあえずはないのかな。まあ、とりあえずですね、これが全モーションになります。じゃあ普通にちょっとあと2分半ぐらいしか時間ないけど戦っていこう。はい。5分しかないんでね、サバイバルは。で、ラスボスも出るんですけど、多分今ね、説明してたからね、ラスボスまではたどり着けません。あ、まだ必殺技使ってなかったね、そういえば。じゃあちょっと必殺技にせようか。でまず、鳴神の必殺技から。あ、イグザでした。ごめんなさい。イグザの必殺技は、こんな感じでイグザを下から突き出すという。はい。じゃあ次、ゲージ溜まったら鳴神の必殺技でも見せようか。危ないよ。こいつ追撃入れて必殺ゲージを回復しよう。やめて、ナキ。ナキのね、必殺はなかなか強力なんですよね。斬撃を飛ばす。はい、はい、はい、はい。はい、はい。で、追撃を入れて、で、もう一回追撃を。あ、消えちまった。で、ゲージ溜まりましたね。じゃあ次、鳴神の必殺技を見せていこうかなと思います。もうちょい敵が出てきてからにしようか。はい、はい、はい。はい。覚醒ゲージマックスになっちゃったな。じゃあとりあえず撃ちますか、ここら辺で。あ、待って、またイグザになっちゃった。ごめんなさい。でもめちゃめちゃかっこいいでしょ、イグザの必殺技。鳴神に切り替えて、はい。これが鳴神の必殺技。真面目にやれ。これもね、めちゃめちゃかっこいいでしょ。ドゥルルルって、これ、あの、連撃なんですよ、あれ。多段ヒット。多段ヒットの必殺技になりますね。で、範囲は、まあ、正直、イグザに比べて、まあ、狭いです。ただ、ダメージの方は、おそらくね、鳴神の方が大きい。だから、ボスに、鳴神当てるのがいいですね。で、イグザは、まあ、正直、雑魚に囲まれた時とか、中ボスがいっぱい出てきた時とか、まあ、そういう時に使うのが良さそうですね。じゃあ、ちょっと追撃して、はい。必殺技、貯めていきましょう。あ、エト出てきたね、ラスボス。このサバイバルのラスボスはエトですね。はい、はい、はい。原作再現といこうか。はい、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 はい。で、ルート A のね、エト VS 鳴神で、鳴神じゃねえわ、有馬か。あの、何が、やべえ、死んじまう。何がエモいかって言ったら、あの、エトのね、左手の手刀を有馬がね、イナバウアーでかわして、で、そのかわした瞬間に、
右手に持ってた鳴神でぶった切るっていうね、同時にかわすと同時に、はい、回復して打っていこうか。イグザ、イグザじゃない、鳴神か。はい、ズバン、いてーて、はい、ズバン、ズバン、あー結構食らってる。オッケー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 、ダウンしたね。はい、イグザ、はい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 、ほい、攻めろ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 、いやーあと25秒で倒せるかな、微妙なところであるな。あ、やばい、来る、やべ、必殺技来る、あー危ね、あーやべ、倒れちまった。蘇生してくれ、頼む。オッケーオッケー、ナイス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 、はいはいはい、あとやべ、はいはい、バチンバチンバチン、これね当たってる、かなり削れてるけど、あと一発、オッケー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 、嘘、もうあいつあと一発当てれば倒せたのに。まあとりあえず生き延びたんでクリアですね。まあこんな感じでゴリ押しするとエトは負けます。まあエトの倒し方としては普通に離れて、射撃してたら勝てるということでね、今回は有馬気象の魅力伝わったでしょうか。もうかなり駆け足5分間喋りっぱなしだったような気がするんですが、あー皆さん、ぜひね解除していただいて、このキャラクター使ってみてください。多分ね、他のキャラクター使ってるとこいつ使った瞬間に結構世界変わると思います。本当にできることが多いし、一つ一つの攻撃がかっこいい、やってて楽しいね、というわけで、さすが有馬さんということでした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。